12日に放送された NHK 連続テレビ小説「虎に翼」ではのどか尾崎真香が恋人の聖夜松沢拓海を連れてくるその強烈なインパクトにネットは18年放送の朝ドラ「満腹を思い出す声も上がった写真優美と光一が話し合う様子を窓から覗き込んでいたのどかと強烈彼氏この日の「虎に翼」ではのどかが恋人の聖夜を自宅に連れてくるも 家の中に入らず、玄関からこっそり部屋の中を覗いていた。帰宅したトラコ、伊藤沙莉は、玄関前にいる2人にびっくり。そして一緒に部屋の中を覗くと、大学院を辞めたいという優美とそれに反対する高一、岡田正樹が話し合っていた。結果、やはり途中からトラコ、のどかが飛び出し、優美の人生は優美が選択すべきと後押し。そのドタバタバから のどかは結婚も子供もいらない、自分の人生は自分のために使いたいと主張し、恋人の星矢も自分のために芸術の道を諦めてほしくないと訴える。これに驚いたのが聖夜俺が普通にならなくても、のどかはずっと一緒にいてくれるってこと。と聞き、お父さん、お母さん、のどかさんはきっと苦労するし、自分の幸せは自分で見つけてもらうことになるし、 人が当たり前に持っているものはほぼ持っていない人生になると思いますが、僕たちは結婚しますと宣言。驚くのどかだったが、聖夜は大人の僕らが親の承諾を得るものじゃないかなって、というと、のどかも笑顔を見せそれもそうねと手を取り合う。この聖夜は画家を目指しており、長髪にメガネ姿。孝一がその姿を見て固まったほどで、高一の周囲にはなかなかいない風貌だった。 ネットでは、こののどかの彼氏を見て、18年の朝ドラ、満腹、に出てきた名目を思い出す人が多数。